前回の優勝者トグロはその圧倒的な強さを会場全員に見せつけた。一方ユウスケはレーガンが打てなくなり、ヒエも右腕が使えなくなっていた。一同の焦りをよそに大会は決勝ラウンドに突入。ユウスケたちの相手は謎の武道家集団ドクター一垣チームに決定した。勝率 0.05% の死闘。何だったんだ今の夢は。はん、どうしたクワバラ、食わねえのか。はん、青い顔して下痢でもしたか。嫌な夢を見たんだよ。ん、夢だって。三人の武道家のな。でそいつらに粉々にぶっ飛ばされたってか。バカ野郎、真面目に聞け。てめえの夢なんか真面目に聞けっかよ。そうかよ、もう二度と話してやんねえからな。ところで鞍馬とヒエはどこへ行ったんだ。さあさて、おめえ知らねえのか。知らねえよ。バカ野郎、のんびり飯なんか食ってる場合か。落ち着けよ、あいつらのことだ。逃げ出すってことはありえねえし、きっと何か訳ありなんだろう。それもそうだな。心配ねえよ、きっと来るさ。よっしゃ行くか。なんだてめえは。一回戦突破ご苦労だったな。お、その声、そしてこの間抜けなおしゃぶり、おめえ小閻魔か。そうだ、人間界でのわしはこの姿で通っている。かっこいいだろう。おしゃぶりがなきゃな。ほっとけとアホ。よう桑原、いつもユウスケを助けてもらってすまんな。うん、まあな。おい、いつも助けてんのは俺の方じゃねえかよ。なんだと。まあまあ。ところでお前何しに来たんだ。何しに来たはないだろう。裏飯チームのオーナーとして力を貸しに来たのに。以前お前の卵をわしが預かったろ。俺の卵。お前が生き返るために返すはずだった霊怪獣の卵の話だ。おお。そうではない、さぞ気になっていただろうと思えばこのざまだ。前に言ったが、お前は試練に合格し、予定より早く生き返らせることになった。そのために卵は帰ることなく霊界に戻してあるのだが、それでも少しずつお前の心の栄養を受けながら成長しているのだ。結論から言おう、卵は数日のうちに帰る。生まれてくる霊界獣はきっとお前の助けとなってくれるはずだ。いやー、そっか。そう、よくわかんねえけど首を長くして待った甲斐があったぜ。調子のいい。ところでユウスケ、玄界師範には一体どこまで習ったのだ。無論究極奥義まで教わったんだろうな。霊光波動拳の基礎の続きだぜ、やったのはよ。何。じゃあな小閻魔、ゆっくり観戦してな。ああしっかりな。究極奥義を教わらんで本当に勝てるのか。しかし実戦での成長を期待する意味では、あの偏ったトーナメントはむしろ都合がいいのかもしれん。大丈夫か、ヒエ。何のことだ。片手で勝ち続けられるほど楽な戦いじゃないのは分かってるはずだろう。ふん、あの黒眼鏡が言っていたろ。もう抜けられないのさ、俺もお前もな。やるかやられるかだ。どういうつもりだ奴ら。
俺たちを足止めするつもりだろう。出てきたやつそのまんまだぜ。何？先生、三田村先生。しっかりしてください。もういい、もういいんだ。何を弱気になっているんですか。元気を出してください。ひどく厄介な病気なのだろう。自分の体だ。よくわかる。悔いはないよ。こんな素晴らしい子供たちに囲まれて死ぬことができるんだから。入院費と手術代7,000万円、とても私たちが早急に作れる金じゃない。先生、俺は悔しい。身寄りのない俺たちは息子のように育ててくれ、その上心身を鍛えてくれた先生に何もしてやることができないなんて。何を言うんだ。その気持ちだけで十分だよ。 お前たちはもう私がいなくても大丈夫だ。やだ、絶対治してみせる。俺の体を全部やってもいい。誰だ。私、一脇と申します。私ならその方の病気を治せますぞ。何？しかもただでに。本当か、それは。ただし一つ条件があります。条件？そうです。どんな条件でも飲もう。師匠の病気が治るのだったら。ではあなたとあなた、それにあなた、私の実験に付き合っていただけますかな。何？ごくごく簡単な実験ですよ。朝夢だったんだ。時間です。両チーム前へ。まずは対戦方法を決めてください。おひょひょ、こいつは奇遇だ。お互いに3人ずつか。どうかな。3対3で決着をつけるというのは。そりゃ構わねえが、てめえは高みの見物か。ひょひょひょ、わしはあくまで補欠のチーム顧問じゃよ。戦うのはわしのかわいい実験材料モルモットたちじゃ。モルモット。わしの夢は最強の生物兵器を作ること。何も恐れず何もとらわれず、我が意のままに動く完璧な殺戮マシンをな。その試作品がこの3体だ。てめえの話はもういいぜ。まあ最後まで聞け。わしは君たちにも非常に興味があるんじゃ。どうかな、試合をスリリングにする意味でも提案があるんだが。提案だと。わしらが勝ったら君たちの肉体をいただきたい。何？無論死体でも構わんよ。わしが脳みそを作ってやるからの。ひゃひゃひゃ。俺たちが勝ったら、てめえをぶち殺すぜ。いやいやいや、よかろよかろ。すべてわしのシナリオシミュレーション通り、鞍馬比叡なしでお前たちが勝つ確率はわずか 2% じゃ。こちらからも一つ提案がある。この試合は6人バトル、つまり1回で蹴りをつけたい。何？6人バトル？じゃ何か、3対3で全員一緒にボカシカやろうってのか。勝率 99.95%。 ひゃ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 、よかろう、その提案の思うじゃないか。ひゃ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 、勝った。奴らも墓穴を掘りおったわ。
我がチームが3人組んで戦う強さは個々のおよそ1020倍。お前らの勝つ確率はわずか 0.05%。 来やがって。よく考えてみりゃ覆面の提案は正解だぜ。恨めしが霊眼を使えねえ以上、俺と覆面でカバーして一発大逆転にかける方がチャンスがある。それにしても聞けば聞くほど夢通りだ。しかしまさかそんなことが。あの3人には見覚えがあるね。何？ある高名な武術家の愛弟子たちだ。心から死を尊敬し修行に励んでいた心身ともに強い者たちだったはず。すごいね。じゃあやっぱりあの3人はわけのわからない実験とやらで洗脳されて、自分の意思とは関係なく戦わされている殺人マシンってわけか。カズのやつ気づいてるね。え、桑原君がどうかしたんですか？この試合には何か怨念みたいなものが満ち溢れている。そのことにあいつが気づいたみたいなんだ。怨念みたいなものって、じゃあ何かい、ユウスケたちと関係があるってのかい？そんなもんじゃないよ。ただこの試合は辛い戦いだよ。胸が張り裂けそうな悲痛な叫びがどこからか聞こえてくるんだ。悲痛な叫び？そうなんですか。カズ、根性入れてかかりな。城に流されたらその場で負けだからね。両チーム準備はいいですね。それでは始め。ハンドクロー。左腕で受けて蹴りを入れてやるぜ。後ろに飛べ。何かがぶん殴ってきやがった。あまりに早くてよくは確認できませんでしたが、ともかくドクター一垣チームはすごいチームワークです。よく今のを避けたな。こりゃますます実験材料として欲しくなったわい。大丈夫か？飛んでなきゃあいつの見えねえ手形で潰されるとこだったぜ。あんたに礼を言わなきゃな。そんな余裕なんかないはずだよ。霊気が戻らねえ。浦飯選手、得意の霊眼を撃たない。何か思惑でもあるのでしょうか？クワバラ！あのまともに食らったらいくらあいつでも。命拾いしました。サンキューな。いいかい、
霊気ってのは洗練すればその姿を見えないようにすることも可能なんだ。ということはあいつらの見えない攻撃も霊気の力だってのか。そうさ。なバカな、俺たちだって霊力があるんだよ、なんで見えねえんだよ。霊力がまだ低いんだよ。今のお前たちにあいつらの霊気を見ることはできないね。何？それじゃどうやって戦いっつんだよ。そんなこと知らないよ。さあ、追い詰められた恨めしチーム、後がありません。くそ、霊眼さえ撃てれば。取り越し苦労だったようだな。俺たちの足止め役にしては力量不足だったようだ。貴様も死にたいか。そいつはごめんだ、死ぬのは怖いからな。光獣ガタスバル、痛みも死の恐怖も知らない鋼の魔物、市垣博士の傑作だ。ガタスバル、さあ奴らを殺せ。では切ることは愚か、傷一つつけることもかなわんわ。調子に乗りやがって、貴様から始末してやる。所詮貴様らも魔性力学の前ではただの肉の塊よ。ふざけるなよ。ひえ、よせ。やったぞ。よし、次はこいつだ。どうした、ガタスバル。残念だったな。お、バカな。これは一体。痛みくらいは教えておくべきだったな。機械も生物も小さな傷が命取りになることがある。無知を通して回路に侵入した。機械は説得が楽でいい。君はどうする？服従か、死か。どうすればいいんだ。よしよし。
のいいぞ。思わぬ苦戦を強いられることになったユウスケたち、果たして逆転の活動を見つけ出すことができるのか。